あ、無理。あ、それしょうがないな。まあ言うて今9時50分やからな。まあまあまあ、さあテル、テルチナと赤団員の、あはは、ついに20段から落ちてしまった。ボクサーラクね、ランバトの時、まあ4日前は21段だったんですけども、やはり赤団員そんなに甘くはない。さあボクサーラクネというかなりコパンが強そうな名前の人と、テルリンの壁クジョヤというかなり勝利がうまそうなテルプラチナ使い。さあボクサーとはいつアウトボクシング決めて、ロフリーから楽園がついた。さあ差し割れた。あ、お疲れ様です。さあ立ち立ち、そこ左、そこ左、アデミ、ここは繋がらない。さあテルリン、始まる前はテルリン、あ、プラチナとアラクネのキャラの差を見せてやるよみたいな、そんなことを言っていたんですけども、ここはラピキャンから、あ、これ死んだ。さあハメコロ、あー、ここは白旗を上げている。テルリンプラチナ白旗を上げて無理無理みたいな顔している。先ほどの強制どこに行ったのやら。わあ、さあブーメランを見て何それと言っている。プラチナの知識前作とどまっている。ジャミ怖い。さあバット当たってしまった。よし、トリトリトリ。さあジャブかまして、2C6D ジャンディ。さあ受け身しないから、さあ 6A 透明、どっちだ、わかんない。立ち 6A 突入でアクティブローついて 2B で補正切って 6A さあ素直にいった。 6D ジャンディ 6D。 さあ、あー、テルリンが、テルリンがギブアップかますか。ギブアップかましてしまうのか。ハメゲーハメゲーと言っている。さあまあ荒くれ対策できてる人ってあんまいないと思うんですけども、テルリンが果たしてできているのか。やはり子さんからのプレイヤーなんでできていてほしいとは思うんですけども、まあやはり荒くれっていうとね、結構拒否反応を起こす人も多いので、果たしてデルリンはどちら側の人間なのか。まあキャラの相性見せてやるよって言ってるから、まあまあ多分いけてるんでしょう。さあボム対空から 6A6C ホッピング 3C ボム置いて、ここはジャンビグーダタクであったんですけども、途中からのスワロム。さあジャンニシー落ちてきた。ブーメラン使ったコンボから 6A2C アワーからブーメラン、ここはミスっていく。さあ立ち見、しかし裏回っていた。うわー怖いよー。さあ空中投げ、テルリンプラチナ、ここはパーフェクトで1ラウンド取っていく。さあジャンディ、ジャンディ、さあ確定からジャブ決めて立ち。さあスワロー中段見えている。さあアキラです。 2C からは 6A シーマミブーメラン当たって、あーまあ巻いて、さあオーバードライブ、ここは申し分ないぐらい楽インゲージ溜まっている。 6A バリガムシ 6A 2C から、さあ車輪拾って、あーで見てる、あーしかし当たってしまった。さあ鳥対空 FMRG 楽園をつけて、透明から 6A タッチ B つないで、さあこれ死ぬのかな。ここは補正を切っていく。さあ楽園がついてしまえばテルリンともいえど海の木図。さあゲラです。
さあ無理をしていく。さあおお猫バットジャンディからうぃさあビーマミー下段宅からおそらく飛び逃げ化を潰そうとしたんだがなんか普通にかかってしまった感じ。よくえジャンシーブーメランさあマックスにブーメラン刺さってブーメラン信じきれなかった。オッピング6円西泡からフライパン3死ビーマミーさあ投げが見えたかな今の立ちジャブジャブさあこれフックだったんですけども、シードアクセルさあまだ残るフライパンさあクロスカウンター決められてデルリンプラチナが1本取り返していく。攻めているのはデルリンブラチナあまあ引っかかってしまって3死拾って6死うん立ち6へおお6へジャンシジャンシハンマーさあこれ2バレットではない2バイザナミがここで登場してくる。キャラが変わっている今1対1さあ楽園つけてデルリンが何をするバリガムシーあー6シー細焼きで出るさあオーバータイム2シーが使って確定ジャブからのここはおっとここは一目散逃げてさあ2シーカウンターしかしここは何か立ち合いが出ていたジャンビー落ちてきてダッシータイクジャンビージャンシーからジャンディーさあ、ボクサーラクネが1本取り返して、1本取り返した?1 本選手して。さあ、ダッシュ置いていた、カウントしている。6D からジャンディ、ダッシュ、うぃ。さあ、お互いにコンボミスが若干目立つか、怖いところ、3C、ビーマミから 6A、拾って、2C、C、マミ持続当てから、猫締めができない。さあキャラさん見せつけてほしいデルリンさあジャンディーとして 2B これ確定ではないがおっとうわーガーキャンが使ったーガーキャンのリーチが少ないやつはああなる。新キャラは結構ガーキャン恵まれてるんでね、いいなぁとは思うんですけども。いやいね、ラグナ君のガーキャンもタオカか昔のタオカかみたいになってるから、あれ早く修正さらねえかなぁ。さあ、フライパンから。さあ、なんか恨まっている。うえーいろいろあったジャンシーカウンター虫よさあ今ジャンディーを殴ろうとしていたかさあオーバータイムここはガーフでーすなんかお互いにうーみたいな感じさあ MRG ここはあっシーマミで抜けていくさあこれがキャラあー下手くそー下手くそさあくっそー
かなりうまかったと思ったんですけども、最後はやっぱテルリンやったなって感じですね。さあ、フタバレット、ゲームセンターで何かを食べている。これはさらされてしまう。え、なんかフタバさん、ここから 逆光すぎて向こうに照明があるんですよ。え、でかっ、白の贅沢、あったかミルクティー、リプトンですね。うわー、あったかい。はい、見せつけていく。さあ、バット、さあ、C6 位、アテミから、アテミの格闘技はあるんだろうかな、あれ。さあ、猫捨てて、モモ、ボムがね、割と食らってても消えないせいでコンボできないっていうのが。さあ、これ確定ジャブからバースト使って、ここシーマミラビキャンから、おっと、投げが漏れて、2C から、さあ 6A 当たってしまった。さあ、まだ虫は残っている。 6A 足す D から、さあ、霧からグラックインゲージがもりもり増えていく。さあ、もう一回、どっちかな、わかんないよ。あ、わかんねえ。あ、お疲れ様でーす。まどいさんが帰っていく。 6A から 2B ラピキャン、さよなら。さあ、ボクサーラクネがここは選手して男子 6B がこれかかってしまった。西プレゼントおいて、プレゼントおいて、おっと、さあ、ワーから、うっと、サシ、さあ、コンボが若干どころじゃないが、かなり、あーっと、これは確定じゃない。なんと、マミーサーキュラー。さあ、デルリン、パーフェクトで1ラウンド取って、これがキャラサなのか、見せつけていく。燃え上がれ。さあ、ブーメラン引っかかってしまって、しかし裏当てになってしまった。予期せぬ裏当て。ボクサーラクね、なんかブーメランに対して何これって言ってるんで多分知らない。さあ、ミラクルジャンヌ、そして知らないやつ、かなりきついこの B 強化ハンマー。さあ、ガンダッシュしてったんですけども、ここは確定、ハンマーハンマーハンマーぶっ潰してミンチが出来上がる。さあ、初手はボクサーなくね、選手していたが、ここからズルズルと0123とデルリンプラチナにリードされていく。この辺でちょっと踏ん張らないと、後がかなりきつい状況になってしまうが、果たして踏ん張れるか。さあ、ミサイル、ミサイル飛ばして、上から降ってくる。さあ、ジャンビー、暗い逃げしている。素晴らしい。ボム、ボム。さあ、危ない。危ない。ビームを食らって、メロディー、ジャンシー、カウンターしている。ジャーブ吸ったらいけません。さあ、シーマミからの、もしかしてシーマミが中断であることをご存知でない。さあ、猫、ミラクルジャンヌ。さあ、初見殺し来るぞ。割れて。うわぁ。ジャンシー、フライパンから、さあ、デルリン。こいつ知らんなと分かれば。え、ボーアラクネとテラルナプラスチナすげえ勘違いしてる
ヘラルナーさんはプラチナ使えないでしょ、あの人。使えんの無理でしょ。うん。ヘラルナーさんは椿ですね。今やってんのは、ボクサーアラクネとデルリンプラチナですね。さあ、全然違いですね。全然違いですね。車輪から、おっと、ジャンビー。ここは高速、まあ、高速集団かな、あれ。さあ、はめ殺して、テルリンの壁、かなり嫌そうな顔してそう。あ、嫌そうな顔してる。さあ、6C か、今の。フライパン、あーわーでー、さあ、うわー、フライパン、ジャンシーからメロディー、ミスっている、ジャンビー、くらい逃げして、うわー、おー、抜けていく、へぇ、さあ、2B で拾って、素晴らしい、素晴らしい、メロディー、ジャンシー、猫から、スワロームーン、かわいさ見せつけて、さあ、猫を捨てて、体力が残りミリ。これ、確定ではない。エクシュダクする。さあ、ここ切り返して。何度か楽につけたいんですけども。さあ、手見見えて。ここはダメなんです。何してんの？当て身じゃない？あれ。あれ、何なの？あれ。うん。うん、あら、あー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 、しかし生き残り、あー鳥ー、なるほど、昇竜拳、さあ、大岡先生による大岡先生によるブレイブルー講座がやはり行われていますが、さあ、なんとかなんとか大体ボックスアラクね、ここから巻き返していきたいが、ルーリンもそうはさせじと踏ん張ってくるでしょう。そうですね、プラチナのブーメランを何これ何これって言ってるんで、多分慣れてはないんですけども、対応力がかなり高そうなんで、まあ、やはりボクサーなので試合の中で成長していってもらいたい。まあ、やはりゴエが強そうな名前をしてるんで、おっとブーメラン、さあ、わからん殺しを仕掛けていくテルリンプラチナ、やはり彼女は、うん、彼は相当性能が悪い。2B から 6B 立って、素晴らしい、いやー逃がしてくれない、惑星、おお、前捨て、素晴らしい。ここはハンマーレベル3で降ってきて、落ちろ。さあ、楽印がついた、つけばこっちのもんだと。おっと、ほら、テルリン、うまくかわしていく、うまくかわしていくが、うわ、うまく拾っていく、ボクサーラクね、素晴らしい。もうね、お腹減りすぎて何が何だか分かんなくなってきた。6A メロディーから、さあ、なんだっけ、ホッピング、ジャンシー、フライパン、3C からビーマミー、当たっていない、取り、拾ったんですけども、当たる、さあ、FRG、ここはノーマルで受け身をしてしまうと、わーなってしまうが、アンソンさんは消えました。あー、ハンマー、しかし楽園がついてしまった。さあ、めくり AMC だっけ、あれ
さあ、おっさあ、FRG は難なくかわして、下り強化ハンマー、強化ハンマーじゃない、強化猫、闇に消えましたかって感じ。さあ、ジャンジャン拾って、ジャンシー、さあ、ジャンディ、ジャン、うわあ、これ、楽イン、うさあ、拾いがかなりうまいですね。状況を作っているのがうまい。6A 空中くらいから 6D おっとジャンディ逆に出ている。さあ一発楽品から何をする。 6A 締めて 6D おーいどっちだ。うわーまた割れた。さあ割れまくっているテールリンかなりの割れ中。6A 勝ってる。なんで完全に裏落ちと思ったんだけどな。 6A2C からさあシーマミ落として、しかし持っているのはバットなのでなかなか崩しには使えないんですが、ここで投げを選択。さあ何をする。オーバーダイブ、うーんバットを重ねられて怖いところ。しかしオーバーダイブ時間残っているのでなんか楽につけば。おっとバックスで読んでたんですけども走りすぎた。さあ出して出して出して 6B ここは当たってしまった。さあこれであと1回まだ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 勝った気がいるあいつ早かった。まだまだまだだよ。さあこれ24ですね。24エルリンがリーチをかけていく。さあ赤団員の地は地獄でしたと言いながらも赤団員のテルリンに挑んでいく。さあ開幕クーダクーダゲという荒船には結構通りづらいようなタクを見せていって、そこだろ当たってしまった。いやーいやーだし、うんジャンディ。さあここうまく引っ掛けたんですけどもバースト使われて、しかし楽園ゲージが溜まっている状態でダウンを奪っても荒船にはオーバードライブがあるので大きい攻めがかなり辛いが、ここはさあ立ち火空中ぐらいいった。あー危ない。え、中断する。おっとこれはまか不思議アドベンチャー。さあ当て身から強気に切り返して 6A ジャンシーからのブラックオクシンが入る。エル1200だからブラックオクシンがバカー。え地上版も一緒。うん。バカ。バカもうもうバカ。そう頭空っぽのが夢詰め込めるんだよ。コンボ覚えらんねえけどなっつって。6A2C から 2C B マミシ、うん C マミ地上勝てが 6B が見えている。ここでカウンター。さあ下手すりゃ死ぬんじゃねえか。さあなんとか生き残った。しかし体力はもうミリ。なんとかやっていきたいがモモが怖い。怖かった空中くらい。さあデミからゲージ止まっていたか。さあ何か当たれば死んでしまう。何を当てる。さあこれはバットが、おお怖っ。バットガードから、いやー確定。とりあえず勝ったのはテルリンの壁。じゃあ、うん。え？じゃあ、大川ラグナ君。のけー！